書庫。待ちなさい、お待ちになって。だから待ちなさいな。私もそのほらあれよ、なんて言ったらいいのかしら。待てっつってんの。てかあなたほらちょっと泣いちゃってるし。聖女たるものばったり会って泣かせてさよならとか見逃せるとか思ってるわけ？いえ、見過ごすわけがありません。そうでしょ？でもどうしたら。まさか今日がバレンタインデーだったなんて。聞いてない。何なのよ、よりにもよって私が忘れちゃダメじゃない。ビスコクトゥスも何にも用意してない、用意できてないだなんて。それもこれも霊気がいじくられてるせい。そう、正しい霊気で正しいルーラークラスならこんなうっかりポカなんてありえないのに。私本当にちゃんとやれるはずなのに。いい？ちょっとだけここで待っていなさい。いいわね。私は聖女、水辺の聖女マルタ。いつもあなたの働きを見守っています。ですからちょっと待っててね。お待たせしました。はい、いつも頑張っているあなたへ、私からほんの気持ちです。どうか受け取ってください。決して忘れていたわけではありませんからね。これを飲んで。カルデアは比較的ほら寒いですからね。温まってくださいね。寒いといえば雪山の秘境にある基地で、私はいつまでこの格好でいるのかしらね。風邪ひきたいの？いえサーヴァントならざる人の身のあなたですから、無茶は禁物ですよ。いいですね。さあほらほら温まって。いろいろ今回はあれですが、これは美味しく入れられたはずですから。ごきげんよう、マスター。忙しく飛び回っているようですが、お時間はありますか？カルデア内の行事に参加しているあなたには今さらに言うまでもないでしょうけど、ハッピーバレンタインです。ささやかなものですが、チョコレートなるものを混ぜてビスコクトゥスパニスを焼いたんです。
今風に言うとビスケットというのでしょうか。バレンタインの起源についてはご存知ですか。バレンティヌスの殉教に端を発するものですが、へたれながら根性を見せまとい尊き殉教が愛をつなぐ日となったこと、彼も喜んでいるでしょう。本来的に言えば古きローマ神話にこそ由来するというべきなのでしょうけれど、ええ、ここはぶっこみ決めたワレンティヌスを褒めておく。いえ、彼の殉教が古き婚姻の女神への信仰を残すという良き結果を導いたのだと称えるべきでしょうか。どうあれ、人々に笑顔が広がるのは良いことです。はい、何です。私のチョコクッキーが何か。ダンベル。クッキーの山にダンベル混ざってる。クッキーにダンベルが混ざるとか、何それ、悪魔案件。そりゃ確かに普通にクッキーを作っても他の人たちにインパクト負けすると思って、超高密度の1トンチョコダンベルとか勢いで作っちゃったけど、贈り物用の包みに混ざるわけ。混ざっていますね、見事に。ああ、もうこれだから、大雑把大雑把なのです、仕事がいっつも。っていうか、たった一人用の料理とかまだるっこしくて無理。私、みんなで食べる家庭料理が基本だし、ちまちました料理とか専門外だっつーの。あ、失礼。私ったら混乱のあまりはしたない。はい、そんなわけでやり直しましょう。どんなに硬くてもチョコはチョコ、味は変わらないから安心してください。マスター、根性と気合、信念と努力があればどんなものでも美味しく食べられるはずです。どうか残さずきれいに食べてくださいね、マルタからのお願いです。